ごきげんよう。高齢者起爆剤講演家の宮崎文隆です。今日は2023年4月の14日金曜日です。先ほど試合が終わりました。これはオリックスバファローズとロッテマリーンズの試合です。いや、今日はなんといってもこのピッチングのマッチングはすごかったですね。ロッテマリーンズは佐々木朗希、そして、オリックスバッファローズは、山本由伸という、まあ日本を代表する投手ですね。大リーグが一番欲しい投手と言われているこの2人、これの投げ合いですからね。これはしびれますね。まあズズ、マリンスタジアムも超満員、まあ満員御礼ですか、約3万人ぐらい入ったんですかね。まあその試合の2人の投手の投げ合い、まあこれはまあ誰でも見たい。この日本プロ野球を代表する投手が投げるわけですから、これはまあ球場も熱くなりますよね。いやー、そして2人の投げ合いが始まりました。お互いにピッチングのいいピッチングをしましたね。なんといってもこの佐々木朗希選手投手の1回の立ち上がり、三者三振ですよ。フォークがダーッて、ストレート160キロ前後のストレートをバシバシ投げますよね。そしてフォークがものすごく落ちますからね、バットにかすらないというんでね。佐々木朗希選手投手も三者三振、山本由伸投手もいい立ち上がりで、まあ、どちらも最初譲らなかったですね。これはどっちか1点取られた方が負けるんじゃないかと思うぐらいこう厳しい、試合展開になりました。で、4回に、ロッテが1点を入れましてね、山本由伸投手がよく1点入れました。なかなか取れないんですが1点取れました。それで佐々木朗希選手も乗ってビシビシ行きましたね。なんと5回までパーフェクト、一人も走者を出さないという完全試合の模様で済みましたね。そして4回までに13振。まあフォークがバットに当たりませんからね、とにかく。そして、6回にですね、先頭バッターフォアボール出しまして、ヒット打たれて、ランナーが2、3塁まで進んだんですがね、いや、これはちょっとね、一打逆転ですからね、どうかなと思ったんですが、6回ですから、やっぱり疲れがこうピークに達する時だったんでしょうね、ちょっとボールが、ストライクがちょっと、ストレートがちょっと外れたりしてですね、危ないかなと思ったんですが、やっぱり、佐々木朗希選手は、投手は WBC で鍛えたこの力というんですかね、底力というんですが、度胸も良くなってますからね、なんのその、投げ切りましたね。そして、7回もまた先頭打者をフォアボール出したんですが、まあ、ゲッツーに取るなどしてですね、いやー、7回まで投げました。まあ、105球、今日は105球ですか、投げましたからね、大体、第1回目は80球前後で終わりましたけども、今回は105球というですね、105球です。100球を超えて投げましたからね、まあ、かなりの、まあ、疲労はあったと思います。でも、7回を結局1安打です。7回を1安打、無失点、11三振、奪う、そして2勝目というね、これは見事でしたね。いや、山本由伸投手も良かったんですが、残念ながら味方のが点を取ることができずに、今日はロッテマリーンズが、オリックスバッファローズを2対0で下しました。そして佐々木朗希選手が投手が2勝目を挙げたというね、いや今日は猛火の球場の声援がすっごいですね。もう三振取るとうわーですからね、ピンチになってもうわーと、まあとにかくズズマリンスタジオがこれだけ盛り上がったのは、まあ今年、まあ、もちろん
最高の盛り上がりだした、盛り上がりだったですね。いやー、今日は見ていても、でもなんかハラハラドキドキする時もあったですね。でもまたスカッとする、このフォークボールの三振とかストレートの三振も、これもまたスカッとしますね。今日は日本を代表する2人の投手、山本由伸投手と佐々木朗希投手の投げ、この投げは、お互いに力があっていいこの試合でありました。でもその中から佐々木朗希が飛び抜けて2勝目、ますます期待が持てて、ますますスピードもまだ上がってくるんじゃないかなと思って、次の試合も楽しみになりましたね。佐々木朗希、今日2勝目を挙げました。ごきげんよう。